ピーター・コリンソン、ピーター・コリンソンは、イギリスの植物学者、商人、園芸家である。王立協会のフェローに選ばれ、植物学者のジョン・バートラムや科学者のベンジャミン・フランクリンらの多くの科学者と交流した。ロンドンのキリストとも会に属する毛織物商人の息子に生まれた。父親の仕事に従事する一方、植物学への興味を深めた。年月に、 王立協会の会長のハンススローンに、ケント州で起きた出来事を報じる手紙を書き、1728年11月に会員になることを勧められた。商人として北アメリカと取引を行っていたので、取引先を通じて植物や種子を入手した。ペックハムやミリヒルに個人のコレクションを作り有名になった。海外から植物を輸入して販売する商売が、 成り立つことに気がつき、1730年代を終わりに、イギリスの収集家に向けて、北アメリカの植物の種を輸入する仕事を始め、アメリカ合衆国の植物学者のジョン・バートラムの最終旅行の資金を提供した。バートラムが集めた新大陸の植物の種子は、イギリスの貴族、演芸賞、博物学者に毎年配布された。例えば、ヨハン・ヤーコプ・ディレン、フィリップ・ミラー。 ピーター・キョウやリッチモンド公爵や、ジェームズ・ゴードン、ジョン・ブッシュらの演芸家や愛好家が趣旨を受け取った。博物画家で、博物学者のマーク・ケイツ・ビーの活動を援助した一人で、ある。ロンドンに在住した科学者や、海外の科学者と交流し、ハンス・スローン、カール・フォン・リンネ、グロノビウス、ジョン・ホザー・ギル、ベンジャミン・フランク・ディンらと親しく付き合った。 アメリカのフィラデルフィアの科学者コミュニティの資金支援者であり、1743年にフランクリンとバートラムが設立したアメリカ哲学協会を支援した。フィラデルフィアの書籍賞のために書籍の購入の代理人も務めた。フランクリンの電気の実験に関する書籍を王立協会から出版するための窓口となった。1747年にはスウェーデン、 王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。コリンソンは植物の学名で命名者を示す場合にピーター・コリンソンを示すのに使われる。ありがとうございます。